じゃあ、予想動画でも言ってたけど、今週のモンストニュースは、やることないんすよね。何か特別なものをねじ込んでくるのか、重心化と重心化会で終わるのか。い,いや、でも竹町いるからな。ラック8キャンペーン。どうだ、はい、あ来ましたね。<laughs> 来ましたね。いやもうこれ、超重心祭開催って言ってることでもう、わかるももう私ぐらい慣れた人だったら。もうなんか、しかも演出もちょっと出てくるもんね。さあ。 当てます。なんだ、これ。花。花。は、花。やばい。花。花。え、最近のコラボで花に関わるやつなんだ。いや、出てこない。いや。くん。くん。け。花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 。 花花の実からのワンピースなんだこの花結局分からなかった。でも五等分か花に関わるもんって。なんだ花花の実でニコロビンとか。リコリスリコイルとか、花にかか、いやでも絶対違う。なんか海だもん。んなんだこれ。あ、地獄楽だ、地獄楽だあな、こ、え、え いや、これもすごいよ <laughs> いや、やっぱモンストさんはやっぱ初めてを、初めてしか興味ないもんね。人にやったコラボはもう私完全に興味ないっす、みたいな。あ、これ敵めっちゃいるけど、普通にやるんだ。くっそ、待、ま、った待、ま、った私の本命全部外れてんじゃねえかうわーかーえ、地獄楽だったらもう、めっちゃキャラいるんですが。 え超重で3体しかいなかったらやばくねこれうわーマジでモンストさんは初めてしか興味ない人間やでマジでああもう推しの子なんて人に取られちゃったら私たちはコラボする気ありまへんみたいななんか <laughs> そんな感じのであ土曜日から土曜日の12時ってことは明後日かじゃあ明日はちょっとゆっくりできるのね へーえじゃあアニメ原作はね私これあのジャンププラスで全部読んだから知ってるんですけどアニメはまだ見てないんですよね、まあ、この間にアニメ見ておこうかと思いますまあガビマルとそうねガビマルよねやっぱ非属性かえでもそしたら非帽子かアニメであれ言ってるのちょっとこれネタバレになるから言えないけどあそこまで言ってんのかなまあちょっと 非属性だから多分、非防止なんだろうな。いやでも非属性が、でも多分近畿深淵には差してこないと思うんだけどな。いやでもかっちょいいコンで。で、性能に関しては、えっ、ー、と、反射のアジンバランスクリティカル。えっ、ー、と、そうね、反出かで、超ダメよ、んこれ。あ、いや違うな <laughs> ダメよ重力でもう早速深淵かと思ったけど違ったな。で、魔法人と原則、反射に関わってるから、ん そうよね。貫通だったら、あの、プレデビとかいけるけど、今のとこ多分この4つのアビリティだけだと、そんなに、なんかパッといけるとこ今すぐ出てこないな。で、弱点キラーに超レザースト持ってるから、スワビにキラーも乗って超レザースト。最近超レザーストの株すごい上げてるからな。で、SS が、 スピードとパワー。あ一定期間タイプやいや、これ割と強いパターン多いね。で、自身の減速率が緩和。敵の頭を向こうか。<laughs> はい、いや、言いたい、おぉ、モリモリやんで、全ての敵用忍法非防止で大きい。まあ、こういうタイプは大体割合系のパターンが多いね。14ターンだから、SS も割と軽めなんで強いね。で、超強クロス分身弾と、ういうアップ。へえー。強えな。 多分、書いてあるもんまあ、刺さ、刺さるとかはないけど、多分、ポテンシャルだけで言ったら、超ね、超ダメ超重力持ってて、減速壁が超じゃないのが少し気になるけど、ま、あその辺は頑張れば OK か。で、一定期間スピードアップタイプは自強化も盛られるパターンが結構あるんで、これ、結構気になるね。特にげ、ゲでも減速率緩和とか色々持ってるから、倍率は低めになってるかな。まあ、SS がどういう演出になってんのかっていうのでいや、画面全体割合かな、やっぱ。 来た来たきたい,いやでもこれクロス分身弾は多分忍者だからさこのキャラの設定って多分その辺のほら分身の能力みたいな <laughs> なんかそれをすごい表してるで画面全体だから多分割合でしょう誹謗師でもこれアニメ見てないからなこれちょっと葛藤さが多分アニメ見たら分かるんだけどクソやっぱアニメにいろいろやっぱモンストになりそうなものは先んじて見とくべきだないやでもこれやっぱ <laughs> やっぱこの分身弾 妊婦、忍法非防止でも多分割合っぽいよね雰囲,雰囲気的には与えてるダメージとか見る限りでもまあ確実に割合かどうかはこれ与えてるヒット数とヒット数とダメージ見たら分かるからどうだ削りが 1> あ1ヒットしかしてねえから確実にこれも割合だな <laughs> まあ画面全体割合は最近すげえ株を上げてるからなロイマスタングとかあとは範囲割合だけどアルミミカサとかそういうところで刺さったらすげえ強いかんねで次は多分サギリとサギリとあと誰だろうあまあサギリよねまあこれは <laughs> 最近 <laughs> 最近雨のサギリがやってきたからそれは複線張ってんのかなで火属性なんだねまあ、水属性だったら雨のサギリと一緒だからか いいなんか私のイメージだとあでもあれかタオが分かんないからちょっと忘れちゃったなで性能はえー、っとスピード型あなんかアビリティ多いぞ反射のアジンスピード型で木属性だから超マイ員のブロックの転送壁なんでとりあえず近畿の、ね、天魔の7いけるで水の方はダメオがないからいやダメオあったら結構このキャラ強そうだったんだけどダメオ魔法人とか。 で、埋水ブロックなんで、木の埋水ブロックだと、そうだね、いろいろ調べてみたけど、やっぱ、そんなに、いけるとこ、今のとこ多分、天ン7くらいか、持ってるアビリティだけ見たら、あとは、バイタルキラー、スワビー、最近キラー持ちよ、スワビーマジで多いな、友情ブス持ってるから、あ、じゃあダブルキラーじゃん、友情。で、超アクセル、超エクセスアクセルか、強っ。で、状態上回復。で、SS が、 自強化と敵に触れるごとに切りつける停止後全ての敵に攻撃いやこれどういうタイプだろうなガビマルが割合 <laughs> <laughs> だから <laughs> いやどういう演出あれになってるかねで長強長薙払いと 超絶拡大貫通録音ン理費は最近この友情って、あれで来たんだっけあの、バフィックで来た友情じゃなかったっけなので、それがバイタルキラーと友情ブス持ってるから、ダブルキラーでいけ。で、最近株を上げてるスピード型と。ただまあ、ライバルとしてはやっぱヤクモがいるんで <laughs>、やっぱ転送壁に関わるところで、これから使えてくるみたいな感じになってくんのかなスピード型とかももろもろ被ってるからね。状態異常がなかったら、結構役も、

4ヒットしてる。4ヒットしてるってことはどういうことだすべての敵に攻撃してるだけか、これ。あ、そうね、すべての敵に多分攻撃してるだけっぽいのかな弱点判定拾ってんのかなこれ。どうなんだろうでも弱点じゃなかったら弱点拾ってないんだったら多分これぐらいのダメージって削りきれないからちょっとは割合乗ってるあのオリビエタイプみたいな感じなのかなこれ多分使ってみないと詳細な あれわかんないかもしれない。でもこれあれなんだ、なんか、<laughs> ル,ルローニケンシンの演出っぽくて、こういうアニメ調の演出私好きよ。アニメ見たらこの演出と全く同じもんあったりすんのかなここい,いや、まじでアニメ。やっぱ追いかけて見るべきだな、いいさっきも言ったけど。そしたらあと一人って。やっぱ、おおああ<ー>。やっぱこの人になってくるのが他にもいろいるけどいいこ。やっぱこの人か。 でもやっぱり本当に初期の初期ね。まだ、いろいろ、この先、強化要素あるんですけど、そのキャラクターの。まあ、その辺は、やっぱり今のアニメの進捗的にはない感じなのかな。で、アジンの反射のバランス、光属性か。ダメオの地雷。あ、また転送壁か。<laughs> でウィンドも持ってますよと。え光属性の転送壁って言ったら、金、天魔の9しか出てこないけど、他、今んとこそんなにないよね。 ああ、このキャラ最近ちょこちょこ増えてるあれかダメオ転送の枠か <laughs> いや、怖えこれ最近未来ちょこちょこハマってきたもんなで、あれね、闇の近畿深淵がまだ残されてるから、光属性はやっぱ可能性あるんすよね。直近で未来の可能性が。あんまり未来未来って言いとうないけど。で、ダメオ転送でも超満員やるから、そこである程度は刺さる可能性ありますよと。で、そこ力と、あと、あ、いいね。SS 短縮あるのはすげえありがたいわ。 あと、SS に関しては、触れた最初の敵の弱点をすべて出現させ、斧で攻撃。触れた最初の敵の弱点ってことは、打撃とかランダタイプなのか、それとも、最初に触れた敵しかやってくんないのかな。ま、映像見たらわかるか。で、全敵反射衝撃波と、超強バウンドオム。ま、友情コンポに関しては、それなりみたいな感じなのかな。ま、このキャラに関しては、とりあえず、始めたての人だったら、て、近畿の、 25とかそういうところ詰まってたら何とかなります。あとはダメを転送で未来もありますと。なのでそういうところになってくんね。斧で攻撃ってどうなんだろう最近シオンとかいたりするからな。<laughs> 殴りと割合の混合型みたいな。まあこれがどういう風になっているのでしょうか。ああ、やっぱ近畿の25が触れた最初の敵ってことはやっぱ、ね、斧 <laughs> 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 でっか、ね。あ、でも打撃タイプか。うん かなり使あしかもこれああこれ倒したら真っ二つになるかっちょいいタイプのやつやんいや序盤はあれなんだよな斧で頑張ってたんだよなれそれで触れて殴って打撃1回入れてからの多分ぶった切りみたいな感じなのかな なんか割合と直殴りの混合型臭い雰囲気するんだけどなヒット数ってどんな感じになってるこれあーなんかんーどうだこれすげえ伸びてるのは友情のせいかな <laughs> どうなんだろう多分これ私の予想ではシオンみたいに直殴りと割合の混合型と予想しておこうと思います であとは、底力もその辺殴りには乗ってくるから、その辺ある程度いい感じかな。まあ、ちょっと、触れた最初の敵の弱点露出と打撃っていうのが、少し使いにくいのかな。で、超重震災に混ざってきますと。 <laughs> いや、コラボキャラクター3体と超獣の限定キャラクター10体ってやべえでしょ。で、あさってから始まって7月2日の日曜日まで。なので一応、まあ、先に言っておくと次回のモンストニュース見ても間に合うんでその辺ちゃんと確認してから引くのが一番隠し濃いやり方にはなってんじゃないのかな。いや、やっぱ超獣コラボマジで持ってきたな。<laughs> いや、これも、やっぱわかりやすかった。じゃあ流れは一緒なのね。毎年5月か6月にはこれやってくるみたいな感じになってんのかな。頑張ってね。 はい、んんあ、今回もしかして、ん集会ん集会じゃないな。超級曲か,かあ、超級曲やえぇ、ー、やっぱ発音式だねムーダン闇属性。ってことは、属性の相性だけ考えたら、やっぱあれなのかないや、でもやっぱり、あれね、あの、モンストのさ、 そのー、こういう合算コラボしたときは、一応ね、毎回毎回やり方違うんすよね。そのイベントとかもあるけど、初めて、こういう合算コラボで超究曲っていうのやってきたんじゃないのかな。いやー、ここだけは合ってたなーリコリスリコイルくれら。コラボキャラとマジマさん超究曲みたいなこと確かちょろっと言ってたような気がするけど、いや、そこだけは、そこだけは合ってたね。で、まあ、これ超究曲やってくるけど、多分そんなに難しくないんじゃないのかな。やり方としては、呪術回戦ゼロコラボのときの、 あのー、ゲトーの超級曲と同じなんで、難易度的にはそこまで難しくないんじゃないのかなーと予想しておこうと思います。これ難難ししいいでですすよねきっとに<そ>う <laughs> あ、きっと難しいです。違うな。<laughs> いや、ここでちょろまかしてるってことは、ま,ね、まあ、多分大丈夫でしょう。<の>だって、天馬、近畿深栄はすごく難しいですって言ってたもん。はい、やり方は、本来のラックに、 えっと、本来のラックに99だから、よくある、あの、ガチャゲンだけでいいよみたいなパターンの周回パターンね。で、降臨日が、あ、もう当日の夜7時から <laughs>、やっぱ期間が短い分、さ、もう詰め詰めのスケジュールでやんないとやべえですよみたいな感じになってんね。なので、まあ、きっと多分初心者の人も、多分、光属性の、 キャラゲットしておけばいけんじゃないのかなそれかもう普通にガビマルとかが刺さるようになってんのかなまあ、これちょっとどういう感じのクエストになるかも気になるね。ちょっとこれまでにアニメ見ておかないと再現とかされてもわかんないから明日見ておこうかなと思います。続いて、こちら。お、<本>まだなんかあるんだ。ん もうう達成して仲仲間間をを増やそう仲間を増やんじ単純にログインするだけでいいみたいな感じなのかなこれはログインスタンプって言ってから多分ログインするだけで OK みたいな感じにはなってるような気がするねなってなかったね <laughs> いや、ちゃんと、運営さんは、超究極以外にも、私たちにやるべきことを用意してくれてましたと。ただ、いつもだったら、こういう系のイベント解説は別の動画でやるんですけど、見た感じ、そんなめちゃめちゃ複雑な内容じゃなかったんで、今回は、この、モンストニュースの動画内で話させていただこうと思います。なので、地獄楽コラボ始まったら、何をすべきかっていうのは、今から聞く話、聞いていただければと思いますね。 で、このログインプレゼントのイベントなんですけど、まあログインプレゼントっていうからには毎日ログインすることでいろんなアイテムがもらえるんですけど、これらのアイテムをもらうためには、各々のキャラクターを仲間にしなきゃいけないんですよね。これを仲間にすることで設定されたアイテムがもらえますよと。ただ、みんな一気に仲間にできるわけじゃなくて、 一日一人しか仲間にできませんと。最近モンストさんこれやってるよね。一日に一人しかできないから。まあだから今回6人いるんで、最低でも6日間はかかりますよっていう風になってる。 なので、例えば、このガビマルを仲間にしようと思ったら、このスタミナ50消費っていうお手軽なミッションをクリアすることで、ガビマルを仲間にできて、毎日オーブもらえますよと。あとは、おののキャラクターにそういったミッションが設定されてるんで、これらをこなすことで、その毎日ログインしたらもらえる、例えばオーブだったりとか、アイテムとかがいろいろ増えてきますよっていう風になってるね。 あとは、超究極の運曲とかもやらなきゃいけないけど、ミッションに設定されてるんで、必然的に、このログインプレゼント真面目にやってたら、地獄楽コラボは完全にできるんじゃないかな。ちょっと、このその他キャラ3体以上の編成が <laughs> 難しいけど、多分、できなくても、あの、逃すのはオーブ2、3個とかになってくるんで、できないからといってなんかめちゃめちゃショックを受けるようなものじゃないような気がするね。 で、一応運営さんが、なんか例えの画像を出してくれてたんですけど、こんな感じね。例えば、コラボ始まって一番最初、スタミナ50消費してガビマルを仲間にしましたと。で、ガビマルを仲間にしたら、毎日オーブがもらえるっていう報酬があるんで、これ以降は、毎日オーブがもらえますよと。で、二日目になったら、また一人仲間を増やせるんで、今度は、サギリを仲間にしましたと。で、サギリの報酬も、毎日オーブ1個なんで、まあ、これで、これからは、あのー、 二日分の二人分か。二人分のオーブがもらえるんで、毎日オーブ二個ずつもらえますよと。なので、真面目にやってたら、結構、オーブ量の差が出てくるんじゃないのかな。真面目に結構やれば、あの、かなりオーブの差は出てくると思うね。で、これ以降は、例えば、長米仲間にしたら、オーブかワクワク民のどっちか、毎日もらえますよと。なので、まあ、毎日毎日仲間にしていくことで、その、恩恵がかなりでかいよっていう風になってるね。 で、この後に、あの、トーマを仲間にすることで、さらにオーブ4個とかもらえる可能性もあったりするみたいな感じになってる。あとはね、公式サイトさん見てきたんですけど、仲間にできるのは1日1人なんですけど、ミッションは別に毎日やんなきゃいけないわけじゃなくて、あの、1日で全部こなせるみたいなんで、できる人はもう本当に1日で、ほぼほぼ1、2日で全部のミッションログイン以外はこなしちゃって、本当にその後はログインするだけっていう風にできることも、 やろうと思ったらできるんじゃないかな。なので、本当に分かってるよっていう人は、もう本当にもう、超究極の、その他キャラとか初日にやっちゃって、もう本当に選べるべる欲しかったら、トーマを先に仲間にするとかでもいいし、あのー、そういうのできない人は、できる限りその、確実にオーブもらえる、サギリとかガビマル、仲間にしてやっていけばいいんじゃないかな。最終的にもう、ま、う毎日ログインすることで、譲り派の先挙の書は1個もらえると思うんで、これも、毎日ログインは、その何、何ミッションができないものがあっても、欠かさずやっていただけたら、 いい感じにいけるんじゃないのかなと思うね。あとはね、毎日毎日ログインして仲間にしなきゃいけないとは言ったんですけど、任務を達成、各々の,のキャラに設定されたガビマルだったらスタミナ50消費とか、ああいう任務を達成することで、いろんなグッジョブとか、あと必殺技ボイスの別パターンとかももらえたりするんで、これはね、あのー、ログインめんどくせえっていう人も任務だけは真面目にやっとくといいんじゃないかな。あとは配布キャラで、トーマ、 これ、もらえるんで、あのー、5人分かな ?5 人分やっておけばうん曲も作れるから、あのー、超究極その他3体。多分これはね、 結構キャラ揃ってない人は難しいと思うんで、これが最悪できなくても、5人分のミッションはしっかりやっておけば運曲作れるっていう、なんか運営さんの優しさを感じる <laughs>。この辺はちゃんと任務はしっかりやっておきましょう。仲間にするんじゃなくて、任務を達成するだけでできるんで、かなりね、優しめに作られてるような気がする。あとは、全部の任務をやることができたら、ストライカーカードとか、勲章とか、称号転戦とか、なんかもらえたりするんで、地獄楽好きな人は頑張っていただければと思います。解説動画も、多分超究極のクエストや やってきたらいろんな人が解説動画出すと思うんでそれ見て勝てない人は参考にしていただければっていう感じで頑張ってくださいからはもういつも通りのモンストかな重心化と重心化解が残されてるけどいや結局セイレム中にベガ重心化来なかったいやあれ重心化したら絶対強いと思うんだけど民を守ってことあこれあれじゃないあのー、ノイシュバンシュタイン弱点強化キからじゃなかったっけ超アップ超,、うん、いや超アップじゃないなえっ、ー、と性能に関しては反射の バランス、クリティカル。も、もともとの、チュリンアラ適正の方だったかなで、超ダメを地雷。あ、原則壁もーってんだ。なので、いや、別に変わんないか <laughs>。いや、い一瞬、テンマ6いけっかなと思ったけど、違ったね。で、プロテクション持ってて、シールドモードも持ってて、あ、しかも、工房アップ持ってる。割と、あのー、あれと似てるな。あのー、ダイヤモンド。あれとやってることかなり似てるね。 で、SS が自強化とヒットした時の弱点バー率アップに、超絶爆発で友情コンボも誘発できるから、いや、かなり、なんかいいものもらってるな、これ。なんかこれプロテクション、あれだな、なんかダイヤモンド、重心化バージョンみたいな、なんか <laughs>、そんな感じがする。まあ、シールドモードはね、なんか強そうに見えて、あれ確か一旦経過したら、確か防ギャップ状態消えちゃうんで、あんまりこれはね、改善してほしいなーって常々思ってるやつだわ。あ、しかも SS 短縮もらってんだ。 なので多分これは1.5倍の実況化だろうけど、マジで、あの、重心化回でやってる、まあ、あダイヤモンドのやってることが、まあ、その体制とかはいろいろ消えちゃったけど、かなりその艦隊でも組みやすくなって、もしかしたらどっかのクエストでプロテクションでなんかすごいことができちゃうみたいなこと、あったりするかもしんない。あとは一応反射の減速壁プロテクションなんで、まあ、ディビジョンは、 遊べるようになったでしょうね。昔私がやってたなんかあのカチカチ全部の攻撃カチカチみたいな遊び方が多分成功法でできるんじゃねえのかなーみたいな予感もちょっとしてっかなこれ。カツラで水属性だったから、なんだろういや、さすがに深淵の適性はそんな速攻で来ないよな。 同時期同時期だから、あの、アロンダイトじゃなくて、なんかそういう感じの、なんか非属性のいい感じのキャラ、非属性キャリー属性でした。ケラードスえぇ、ー、またフェイトか <laughs> いや、絶対こじつけすぎや。これは私が頭のがフェイトに毒されてるだけです。なので気にしなくていいです。で、せーのは確か闇属性、そうね。闇属性キラー持ってるダメ用のキャラだったから、反射の魔人。あ、超バランスで、えーっと、 と、ウィンドに原則にダメオ。光の原則ウィンドかんあー、このキャラダメオと原則壁で反射だから、あの、バフィックの適性ね、光の冒険戦の。ま、スノッリの絵だが、多分そっちの方が強いかもしれないけど、でもこっち超バラと闇属性キラーで2.25倍盛れるんで、もしかしたらヘラクレスの方が強い可能性もあっかな。あとは、えっと、全体性と壁短縮持ってんのでかいな。 そして戦型が異なるキャラ2体以上か、劇種が異なるキャラ2体以上あのクエストだと、そうね、スノリの得たパワー型、サボ、攻撃型、意外とバランス型少なかったりするかな。なので、結構、 結構いいかもしんない。あとは、スピードがパワーがアップ弱点、ああ、これ、これいいっすね。あの、打撃麻痺じゃなくて、自供化麻痺だから、いや、これの弱点ヒット麻痺はかなり使いやすいよ。で、壁短縮もあるから、いや、これ真面目に使えるクエストだったらクソっつ。壁短縮と、いや、これだからやっちゃダメなやつなんだよな。弱点ヒット麻痺とか、こういう系のやつと壁短縮の回転率の良さ。